生産技術でして、生産技術開発4部というところで、生産設備のより製造に近いところで、設備をほんまに実際に作ってるところ、各工程とかに行って立ち上げとかその辺をやってるます。はい、メカ関係の担当ということで、部品とかその辺の関係で、はい、組み立て担当、うん、そう言ってもらえるとありがたいですが、そこまでちょっとできてないかもしれないですけど、はい、製作君、聖子ちゃん、あの辺を超えるぐらいの PR 力が出て、話題性も上がればいいなと思いますけど、いや、新しいこといろいろやらせてもらえて、もうずっと25年間、先ほど言いました、生産設備の製造の設計、製作の方をやってきましたんで、全く知らない世界